僕は八時半を回りました宅建節、今宵もお届けするのはこの方ですはい、今週もおなじみの店長ですはい、よろしくお願いします初 <laughs> めましてってもう言うのやめるよって思って、はい、その後何て言おうかなっていうのにめちゃくちゃ今まで考えてたんですけど、うん、なんかいいのが思いつかなかったんで <laughs> とりあえず今日は、はい、<laughs> はい、えー、っと今週も始まったんですけど、はい あのー、この番組って、はい、えっと恋愛節は最初にこの打ち合わせの時にメールアドレス読んでくださいっていうのがあったんですよね。だからあの当時は読んでたし、はい、メールも募集してたんですよね。やってたんですよ。うんはい、この評価恋愛節の、はい、えっ恋の放送での評価を集めるために募集してたんですよ。はい、丸と罰を それは全然メールが届かないからだんだんやさぐれていってでもそれでも最後まで多分メールアドレスって呼んでたはずなんですよ。ただ今「宅っけん節」ってもうほぼ自己満で最初らへんはサークルラジオにしたいなとか言ってたんですけど今もうそんな気さらさらなくてとりあえず自己満で宅見と恋愛。 気分に応じて喋ろうかな、うん、っていう番組にしてるから、も、はい、うんうん、なんかメールも募集してないんですけど <laughs> メールが届いてるんですよね。そうなんですよ。実は、はい先週の番組に先週何話したかちなみに覚えてますか？すね、先週はあのー、あれえー、っと恋愛の扉、はい、赤あ<ー>青はい、はい、黄色三枚。うんそ 最初の前も何喋ったんかなんかあれですよね多分距離感の話から来てますよねの先々週くらいに最後距離感の話で終わってそうですねその続きで、うん、この扉の話がそうそう距離の詰め方みたいな、うん、そうですね<ー>距離感の話をしてましたね。はい、でその中で自分の距離感の取り方はこのタイプの女性友達になりたい女性、うん でどうでもいい女性の3タイプに分かれてて、うん、距離感の取り方が全然違うよっていう話を多分先週やってるんですよね。はい、はい、それに対して、うん、じゃあメールが来たんですが、ご機嫌いかがお過ごしですか。私は隣の都会から拝聴を。はい、都会から。都会なし <laughs> どちらですか。<laughs> は,いはいはい。はい、えー、私は恋愛には消極的。はい、年齢もお二人より上ですが。 ズバリ恋愛対象になるにはできてます私たちよりも年が上ででも恋愛には消極的中田が恋愛対象になるには異性からってことは恋愛をしたいってことですよねですよねときめきたいってことでしょうねでも消極的な部分があって自分からは踏み出せない ってことですよね条件がでこの場合にどうした方がいいですかですよね。恋愛対象になるにはってでも案外不快ですよねなんていうのかななんかあの前回の距離感で距離感の話になるんですけど実際なんだろうな当たり障りのない距離感を最初から保つとやっぱり 恋愛対象じゃななくくっていんですよね距離感の取り方例えば自分とみんさんが初めて会うじゃないですかで自分が話しかけるじゃないですかでみんさん「そうですねそうですね」もうずっとそればっかの単語しか使わなかったらやっぱなんかこっちとしては頑張って仲良くなろうって思ってるけどやっぱりなんか返ってくる言葉が一つしか返ってこなかったらんかちょっと。 避けられてるっていうか、あーでもね。なんかそこで距離を感じるというかあ、ちょっと反応悪いかな。みたいなだと思うんですよ。はい、だからえっ、ー、と何だろうな。消極的だけど、できることって多分いっぱいあると思うんですね。うん、例えば声かけられる人に対する、はい。このコメント、うん、今の言うコメントを何、うんはい、だろうな。極力一言で終わらさないようにする。 キャッチボールをすするっていうんですか続くような会話を心掛けるみたいな質問に答えてで逆に質問を仕返すみたいな<ー>このキャッチボールが多分必要だと思うんですよ。それでんだろうな相手のこの聞きたい部分と,、うん、えっと自分が聞きたい部分が多分いろいろと探れていくんで、うん、その中で合う合わない で出てくると思うんですけど、はい、ただちょっとあの質問がちょっと漠然としすぎてあれなんですけど例えばですよ、はい、例えば恋愛に消極的で、はい、消極的なんだけど恋愛したい、うんはい、でもこれが好きな人が決まっているパターンとー、はい、逆に今別になんか、うん、気になる人はいないけどういうでもときめきたいからなんかそういうきっかけ、うん 誰でもいいからそういうきっかけ的なものが欲しいでは全然考え方が違うんでどうなのかなって思うんですけどでもえと多分今のメールの内容でいくと多分気になる人がいるから送ってるんすかねどなんなすかねなどうにかして恋愛対象になりたいけどじゃあもしかしたら恋愛対象。 に相手からは思われててててないっていっっうのを感じてるってことですよねじゃあもししいるとしたら、はい、<ー>それに対しての、はい、えとこちらが答えるのかどうなのかっていうのもちょっとあれなんですけど逆に例えば今、えー、と自分が気になる人がいてで、えー、その人とちょっと仲良くなりたいっていうんだったら、はい、この今のキャッチボールと、うん、やっぱ消極的でも、うんえー、なんだろうな声かけるのはできますよね。 普通に、はい、か何でもいいんですよねあの挨拶でいいんですよね女性って愛嬌なんですよ、はいうん、で多分女性のこの武器って笑顔だと思うんすね男性も人間そうだと思うんですけどまでも、うん、笑ってる方がなんか、はい、印象はやっぱりいいですからね、うん、いいっすよね、うん、あと変なな壁感じないんんすようん 別に面白くないところで、うん、普通にずっとニコニコしてても、うん、この人に対して変な壁感じないんですよ、うん、逆に何だろうな真面目な顔でずっと真剣な話を永遠とされると、うん、ちょっと壁感じるんですよね、うん、だからもう顔の表情からこの何だろうな<っ>恋愛対象の人がいるんだったら、うん、この人の前では顔の表情は 明るく明るくていうかもう笑ってるのが一番いいのかなでそれからもうい目があったら挨拶とかをしてきっかけ作りが一番いいのかなあとなんだろうな消極的で自分積極的なんで何とも言えないですけどそこを積極的側からいったら恋愛対象になるにはどう頑張るんですか 積極的なあの目線で見るともう自分はとりあえず距離感は注意してるんでやっぱ必ずあの距離感だけはしっかり保とうと思ってだからやっぱ最初はガツガツいくんですけどある程度相手が引き始めたなって表情を変えたらもうそこで止めて相手の反応を見てこっちに何もアクションを起こさないんだったらもうこの場は。 そのまま引き下がるんですね。で次回会った時にまた軽くジャブ打つんですね。であっちの反応が悪ければもうここで終わりです。あもうすべて終わりすべてっていうかなんていうんですかこのうんまた次にとかじゃなくてわけではないそれ置いとく置いとくじゃないちょっとほ保留みたいなうんだからちょっとも挨拶しかしないふんまあお疲れ様ですとかそれが一応無難ですよねなんていうんですかよくこの あ明らかに引いてるって分かっても、この突き進む人もいるじゃないですか。<laughs> そうそうこれは危険なんですよ。<laughs> はいうんうん、うん、それだとやっぱりね、うん、今後本当にもしかしたら一生近づけないくらい不信感をもたれてしまったりするかもしれないので、うん。だからチリ際だけはしっかりやるんですね。うん。まあこのなんだろうなそう異性をいいなって思った時に、うん。もちろんアプローチはどんどんするんですけど、はい。 ある程度アプローチして相手の反応が悪ければもうここで一旦保留にしとこうっていうか今はもう何もこの人のことをなんだろうな対象として見ないようにするっていうんですかね自分の好みだけど自分の好みじゃないって頭で言い聞かせてもう何て言うんですかねあの会話もしたことない人だよっていうのを頭の中でこのなんだろ認識させてもう。 必要最小限の挨拶とかああいうのだけ、うん、でその中でそれを繰り返していってちょっと相手が反応良くなり始めた時にまたちょっと一歩ずつ、はい、次は慎重にですね、うんはい、次は慎重に <laughs> 一歩ずつあの踏みしめてちゃんと <laughs>、はい、進んでいくんですけどでこれで、ね、距離の詰め方を徐々に詰めていって、うん、ある程度なんだろうなえっ、ー、と押せるタイミング結局恋愛って、うん、例えば。 まなみんさんと自分ってこう今収録で毎週会うじゃないですか。はい、でこの収録で会ってる間っていうのは、うん、恋愛んでかっていったら結局、はい、なんだろうなこのラジオをラジオ番組をやるっていう空間の中でしか話してないじゃないですか。もちろん世間話もそこに入るんですけど、うんはい、でもこの大きな目的としては。うん ラジオ番組のこの回を作る、はい、まあ収録のこの話を作る中のちょっと枝線で世間話が入ってくるんで、はい、ここでは多分恋愛感情っていうのはももしし芽生えたとしても片方だけなんですよね、はい、ああ両方がこうなるんじゃなくてってことですね。うん、多分相手片方が思って片方方がが思思っっててるよっていうのをもう片方が感じ取るっていうのは多分ほぼ不可能だと思うんですよ。 よっぽどなんか別のアクションを起こさない限り。だから恋愛に発展するってことはまず二人の時間を作らないといけないんですよね。ああ確かにそうですね。うんうんうん。結局あれですもんね。なんなんていうんですかこの本当に言う通り収録のための話しかしてないから。はいはい。でこれが百回千回やってても多分同じなんですよ。ずっとなんだろうなまあもちろん多少のこの あの上がり下がりはもちろんあると思うんですけど、うん、でもやっぱりどっかでこの収録のために合ってますよねっていうのがお互いの頭の中にあるんですよ。うん、だからまず多分恋愛対象に入るんだったらそこを崩さないといけないはずなんで<ー>例えば職場だったら、はい、職場内ででしかかわなないいじゃすだからもうビジネス上まあうん、うん、社員として動いてて、はい、その中の同僚だったら。うん その中での話じゃないですか。はい、仕事上のうん、うん、これがあって、でこういうなが悩みがあって、はい、これどうした方がいいですか。ねッかっていう話になってくるじゃないですか。はい、これ以上の話って、まあもちろん世間話もすると思うんですけど、うん、これ以上の進展はまずないんですね。うん、だから消極的でも二人になる時間を作る。はい、だから逆になんだろうな。じゃあ例えばそういうなんなんかまあ職場とかはい、はい、なんかこういう サークルじゃないですけどみたいななんかこういうコミュニティの中にいたら、うん、なんかまあそういうそれだけでね合ってるなんか仲間みたいなになりますけどそこからじゃあ一歩外れてはい、はい、じゃあ今度二人でご飯に行きましょうみたいなのとかを作ることでそこで新しい、うん、なんて言うんですかね進展が出てくるんですいのっていうのを考えた時に。うんはいはい 愛子、あのー、さんがいいるじゃないですか歌手のあの方めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。はい、でえっ、ー、とーあまあ店長目線ですよ <laughs> もう <laughs> 完全に店長目線ですけど、はい、タイプじゃないんですよ全然愛子さんの顔は。うんうん、で自分別に小柄の人が好きとか。 背が高い人が好きとかっていうそういうこだわりはそんなにないんですまああでも自分よりかは身長もちろんちっちゃい方がもちろんいいんですけどただなんかあんまりなんだろうなその愛子さんに関してフィットする部分ってないんですねこんなこと言ったら大丈夫かなあくまでも店長は店長目線ででもあの方の自分がめちゃくちゃ魅力だなって思うのおしゃれおしゃれを 着こなしててるっていうんですかね<ー>要はこの、えー、と親からもらった体をそのまま普通の格好をしたらそのままなんですよ。そののまままま現状のままなんですよ、うん、そこにお金をかけて加工していくんで、うん、やっぱこの何ですかね加工の仕方っていうんですかね、はい、この人に合ったおしゃれを知れば、はい、この人が今見た目が g だけど、うん。 これが加工によって、十にも百にもなるんですね。うん、愛子さん、そういう魅力があるんですよ。うん、めちゃくちゃなんか、そういう魅力と、あとオーラ。ーーでもオーラは消極的な人っていうか、うん、そういう人には、ちょっと、うん、なんだろうな。この人持ってる特有のオーラはあると思うんですけど、うん、なんていうかな、万人受けするオーラっていうのは、やっぱ明るい女性のオーラ、うん。あ、ま,まあまあまあ。なんで、はい、基本的にはですね、うんうん、だから、えー、っと。 ファッション的なものからちょっと変えていって、うん、あ別に見た目、うん、奇抜でいいと思ってるんですよ。うん、なんかよく言うじゃないですか、うん、年相に合わせて洋服履きなさいとか自分20代の時にずっと赤いパンツだったんですよ。 まあ職場でお前ぐらいだぜって赤いこのズボンつけてられるの <laughs> お前すごいなって言,う言われたんですけど珍しいです珍しいですよね <laughs> でもなんだろうな、はい、あのやっぱその赤いズボンでこのインパクトが強いんですね、うん、周りから見るうもうこの順番赤いズボンをもうほぼ入ってるよっていう, <laughs>、はい、うこの人はイコール赤いズボンだみたいなそう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 ,そう,そうでこの赤いズボンが自分、はい、あのー 阪神にいた新庄えまあレ、はい、大リーグダイビグにも行った、うんはい、メジャーにも行った、まあはい、新庄選手がたまたまテレビに出てて、うん、赤いズボンを履いててであこれだなって思って<ー>そっからすぐ赤いズボンを買って、はい、そこからずーっと赤いズボン三十さすが三十まで履くとすけど二十 <laughs> <laughs> 代二十代とか,はかそう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 <ー>なか今のパターンでいくとまず自分の身なりからなんだろうな。 ちょっとと今まで履いているものとは、はいうん、例えば白を基調としたファッションデザインだったのを急に全部緑に変えてみるとか、うん、ってなったら、はい、あなんかあったのかなって周りも思うしう、はい、で逆にこの緑が印象付いて、うん、なんかなんていうんですかね色の度合いによって明るい色だと、はいうん、やっぱ印象が残りますよね。 この人明るい洋服派手な洋服着てるなっていうのが印象の頃じゃないですか。はい、ここでインパクトを与えるんでん、はい、何かしらかかるんでやっぱそ,そのファッションから「あ,かあなんかこの人こうだな」って言ってで周りが逆に「この色好きなんですか?」から。 会会話話っってスタートすすするるんででよの一つにもなことねだから声かけてもらえるんです実はこの色を選んだのはこういう理由があって今でもこの色とか途中から変えたんだったらもともとは着たかった色だったけどなかなかそこに踏み出せなくてちょっとねんだろうなちょっとイメージチェンジしたいからその色に変えてみたとかっていう話はできるじゃないですか。 そこにちょっとだけストーリー加えて答えるだけで、うん、そこから会話って弾むんで、うん、それから、うん、なんだろうな一歩二歩進んでいくのかなだから表面的なファッションを変えて、うん、会話のキャッチボールをしてで二人になるこの、うん、なんだろうなチャンスを伺う,、うん、うかがううんうう作るとか、とうん作るとかって思うんすけど、うん、なかなか難しいですよねそこが。 うん、だ職場の飲み会とかでも最初はみんなじゃないですか、はいうん、大勢じゃないですか、はい、でもどん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 酔っ払っていくじゃないですか、うん、<laughs> そしたらあの何だろうな、はい、回り回って何<ー>て言うんかな近づいても別に違和感がない周りから<ー>っていうタイミングの伺い方もあるし、うん、なんか弁当を買いに行くとか飲み物を買いに行くっていうタイミングに、うん。 何気なくタイミングを合わせるのもありだと思うんですよ、はい、そこを意識するかんあとは何だろうな自分ちょっとあのまあ今日はあんまり話しないんですけど、はい、先週ちょっと出張で飲み屋さんに行っててでそこでパッてこのもう飲み屋さんなんで、はい、何だろうなこの。 格好がみんなそれぞれ年相応だったり顔だったりに応じてファッションが全部まばらなんですけどこれを見て一つ思ったのが女性って自分の何て言うんだろうえと長所を知ってる自分の自信がある部位の部分をちゃんと分かってるんですここが男に対する武器だよ。っってていうのを分かるるんんでですすすそこを強調するんですよね <laughs> 極端な話で言うとう、はい、そこを強調するんですよ、はい、でバカな男はそこの強調ラインに乗っかってくるんですよ <laughs>、はい、でそれでいいんですようん、うん、最初の入りは、はい、別に自分が自信があるところを,、うん、をで引きつける、うん、でそれは年齢関係ないと思うんですよ、ねうん、だからそれが自分らより上だろうが下だろうが、うん、そこはその人自身の魅力なんで、うんうん、そこは何だろうな思いっきり。 うん、まあ思いっきりっていうは表現もおかしいですけど全面的に前にそこも利用していいのかな、はい、多分他の人にはなくて、はい、自分には優れてる部分って確実にあると思うんですよ。うん、だそこをなん,なんだろうなそこを目立つようにする、うん、生かす何ていうんですかね、うん、ア,ピアピールできるようにじゃないですけど、うん、武器にするっていうんですかね。<ー>だかからなんか この何ていうんですかね冒険ゲームで言うと主人公がいて道具を持ってるんですよ盾と剣持ってるんですよでもこれはずっとカバンの中に入れてるんですよじゃなくてこの武器を表に出して持ち歩くことによって周りはこの人を警戒したりなんかそうなんだろうな仲良くなろうとしたりっていうのが出てくるはずなんでそこ 手に出していいの?。か学生持ってるだけじゃなくて。男性だった。ああ。ないですよね。だって。顔を見て。体格見て。身長とかですか。ああ。身長。あまあ、身長。あ、わかんないですけど。まあ、でも、女性が持ってる。ね、武器ほどは。もしかしたら。強くはないのかもしれないですね。うん。男性って。 それぞれぞなんかちゃんと自分の武器知ってんなーと思ったんですよ。うん、で逆にこれに乗っかる男はバカだなーって思いながら <laughs> やっぱ乗っかる、ねはい、やっぱバカだなって分かってても、はいうん、やっぱそこに乗るんですよ。うん、でか興味がないけど目が行くって男性の心理なんす。それと一緒で、うん、やっぱなんか興味がないけどその自信がある部分にやっぱ目がいくから、はいうん、やっぱ目がいくってことは。 だんだんなんだろうなあの興味が湧いてくるっていうんですかね、うん、でそこからだんだん入っていくはずだからああ<ー>そこそうなんですね、うん。いいかなそれだったら別に消極的でも、うん、ちょっとなんだろうなあの自分ができる範囲でのこの主張っていうかそういうのはできるじゃないですか格好で。格好でできるんで、はい、足が綺麗な人だったら 年齢にもよりますけどもちろんでもスカート履いたりとかそういうのはできるじゃないですか。足が綺麗に見えるようなんかあれを履いたりとか。とか高いヒールを履くとかやっぱそれだけで全然このんていうかなセールスポイントっていうんですかね何て言うんだろう視覚資格からのアピールで多分変わってくると思います。それで寄ってこない 男も寄ってくるるようにななはずなんで<ー> <laughs> そこはあと自分のお好みでうんで厳選、ねうんうん、してでもやっぱなんだろうな、はいあのー、自分はどっちかといえば顔で入る人なんで、うん、やっぱりどんなにこう魅力的な部分持ってても、はい、やっぱ顔で最初に入っていくから、うん、受け付けない受け付けないっていうか何とも思わない人には、うん やっぱ入らないんですね。そこを見ただけでは全然入っていかないんで、ブレーキがかかるっていうか、もう何でもなんなんだろう、興味がない会話しかしない。全然、全然興味がない会話ばっかするんですけど、相手が逆に頑張ってこられたら、なんか頑張ってる人ってわかります？会話を頑張って続けようとしてるなっていう人と喋ってると、多分わかるじゃないですか。 なんかそういう人には答えたくなるんですよ限なんであの丁寧に挨拶をしてくる通りすがりの人ってとっさですけど相手が丁寧に出てるから自分も丁寧に返そうと思うじゃないですかあっちから見かけ長できたらこっちも見かけ長になるじゃないですかあうそうですねそれと一緒なんですねうん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 なんかうんそうっすねうん。 何、ねうん、かいろいろとこの考え方がいろいろあると思うんですけど、うん、とりあえず何、うん、ていうかな何か一つ工夫して相手と、うん、近づいていくっていうはい地道に地道にみたいな。でも、うん、私も思うのはやっぱとりあえずニコニコ <laughs>。 そしてちょっと印象を少しでもよくさっきのなんかこの切れた感じでねいったりしても「ブ愛イト」とかでも結局んか「ファー」ってしか第一印象ならないのでそこをんか一個ずつ工夫していけばあれなのかな年齢は多分正直んだろうな関係ないと思います。いくつになっても女性は女性いくつになっても男性は男性。ここの分岐点ってもう 異性はいいやって思ってしまったときに、こっから落ちていくはずなんで、魅力って。ああ、じゃ、そ、そこをまず捨てないようにしないといけない。で、今恋愛したいなっていう気持ちがあるんだったら、うんうん、そこは絶対捨ててないはずなんですね。だ、そこから、その。今のモチベーションをどこまで高められるかだと思うんですけど。うんはい、あ、十四分ですね。はいはい。<laughs> <laughs> すいまませんんん微妙なな回答でですいい <laughs> すけどこれ締めみごい26分かけて <laughs> <laughs> 回答。